東京電力は、福島第一原発2号機で溶け落ちた燃料、デブリとみられる物質に直接触れて調査した際の動画を公開しました。2号機の格納容器内部には、デブリとみられる小石状の物質や粘土状の堆積物が確認されています。調査では、挿入したパイプの先端から2本の指がついた装置を吊り下げ、 デブリとみられる物質に接触しました小石状の物質など2本の指で持ち上げられるものがある一方で全く動かないものもあり大きさや硬さは様々とみられます政府と東電は2019年度内に少量のデブリの取り出しを行いさらに詳しく調べる方針です